んなに背高くない。お、パッて変え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 て、よっしゃですよ。おはようございます。おはようございます。1月11日の亀山ダムです。氷の世界、おはようございます。釣り子 TV です。1月11日の亀山ダム、朝の気温はマイナス2度。今年もうね3回目なんですけども、2回坊主を、なんとかね初バスにたどり着きたいなっていうことで、今日もねちゃんと魚群探知機ディーパー持ってきましたよ。なんとか初バスを探して行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。いやー、さすが1月の平日、貸し切りもいいとこですね。ちょっと魚探見ながら、7.6m、 ちょっと減衰してますね。ここら辺からちょっとめぼしいところをいろいろ TO 座を結構やっぱパワフルなんで、なんかめちゃくちゃなものをつけてもしっかりと、寒い時期なんかすごい具合いいんですよね。原さん、空いてるうちにちょっと段々の方を打っときます。ここは 13m ぐらいで、そっちにその 6m ぐらいまでのこう岬みたいに入ってるんで、なんか船がいっぱい浮いちゃうともうすれちゃってダメみたいなんですけど、こういう誰も触ってない状態で一発目にここら辺のボリューミー入れるのはありみたいですけどね。多分太陽出るとなぎ倒れみたいになると思うんで、なんとかこの稜線から日が出る前までに釣っといていただければ。戻った、立ち立ち、船が寄ってますけど、裏側もあれば取れると思うんですけど。ああ、いいとこですね。10m から 11m へのブレイクエッジの何か。なんかコツコツパンプみたいな進化が引っかかったころ、もうそこっすよ、釣れんのは。まさに思ったより
なんか立ち木とか減ったなと思ったけど、今日なんかしっかり捉えられてるな。なんか前回ちょっと浅い側に船置きすぎたのかな。これ多分これ夕方ぐらいまでこの動きをして釣れないとかザラにあるんで、本当相性悪いんですね今年亀山と。さ、早くも2回目の。いや今の船の前身とちょうどなんかスタンプかなんかがある。そんな都合よくスタンプありますか。なんか金属的だった。なんか生き物っぽくなかった。トントンってトントンはやばい。トントンはやばい。トントンやばい。スーさんはまだ今年一回も魚を感じてないですか。始まってた。この前のその大切なキュウイのキッカーフィッシュも、いや違う、あ違う違う違う。ごめんごめん。あ？あ？ぐんぐん行ってる。二回ともそうですか。ここで釣った時も、あごめん。違うよこれ、違うわって言って最後まで違かったっすからね。この前のは大会の時のは最後の残り5メーターぐらいのとこで、あなんか竿先が動いたから多分魚かもしんない。ん？ OK？違う？ゴミかな。よし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 。こん中誘導して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 。よっしゃー。天才だ。完璧だ。ここにブレイクの壁があるんです。そっちに2メーターぐらいにドンって上がる台地みたいなのがあって。そこのこう入ってると思うんですけど、2メーターから段階的に6メーターぐらいまでないです。ここはだからディープの釣りじゃなくて、今そのここら辺冬だけどうろうろしてる回遊バス狙い。ちょっとそっちに行けば10とかになるんですけど、まあ釣れない。スーさんが釣ったのはあの桟橋の横のスワンの横ぐらいの10メーターぐらい、9メーターぐらいのとこかな。マジ白鳥島フル貸し切りなんで、なんかタイミングが合えば、はい。まあこっちの方がやっぱりベイトはよく映るんで、なんかワンチャン欲しいんですけどね。
え？ああ、はいはい。あ、いいっす。そういうところどこにある立ち木にいるっぽいんですけどね。取れる変な根掛かりがいいんだろうな。そんなに背高くない。お、来たよ。いや、大丈夫です。魚だ。待って、帰って。よっしゃーよっしゃー、でかい、よっしゃー、2023初マス。うわ、でかい。うわ、あらー、うわ、やったー。ねえ、いやー、嬉しいなー。これ腹もパンパンで、いやー、ダウンショットレッグワーム、いやー、いや、ありがとうございます。ねえ、3回目の正直、原さんお付き合いいただき誠にありがとうございます。これはでかいでしょ。ちょっとサイズオーバー、ちょっと簡単に濡らしてる。はい、40ジャスト40センチあります。40センチ、いやありがとう。結構ね、ここら辺ディーパーで見てたらもうすごい浅いところで、はい、レッグワームのクロー、いやー、うお、すごい筋肉すら、久しぶりのマスクピクピクしてる。やったぜーね、40アップ、バッチリでしょう。じゃ、逃がします。結構ね、浅いところで食いましたね。じゃあ逃がしますね。はーい。ね。往年の名作、小森さんの 60ULS に、レッグワームの黒。2.7g 進化。エンジンのね、進化にエンジンのスーペリオフック。いやー、2023やっとバスが釣れました。はい、改めてディーパーでね、シャローからこう5メーター6メーターに落ち込んでいくところをね、何回も何回も入り直してね、こうちょっとそこの方に今ね、魚マークつけてるんですけど、ちょいちょいね、何か魚影が映る、まあベイトフィッシュなのか、もうバスそのものなのか、とにかくね、ちょっと魚っ気のあるところなんで、そういうところね、何度も入り直したら、ガガガガガン。いわゆるこういう椿元ボートのね、真ん前の、まあ冬場の定番スポットですね。白鳥島のエリアの、こう、なだらかに落ちていくブレイクラインを回遊する魚を狙っていたところ、ね、いいサイズが食ってくれました。じゃあ引き続き、頑張ります。はい、改めて真冬の定番レッグワーム、ちょっとね、針がひん曲がっちゃったんでリグり直します。フックはね、小森さんのスーペリオフック、エリオフックの3番、ね、小森さんがレッグワームにはもうこれって言ってね、作った針だから間違いなし。重りは、まあ、エンジンのタングステンドロップシンカー、定番のシンカーですね。安くていっぱいね、入ってるからね、なんかエンジンのこのセットは、スーペリオフックもなんか普通針買った時よりなんかいっぱい入ってる気がして、その割にフッ素加工で高性能な
ね、針が入ってるから。でレッグはまあ普通に抜き刺して、抜き刺してで針先を隠す。もうこれですよね。よし、じゃ引き続き、こう魚探でね、5メーターぐらいのとこに船を置いて、そのブレイクラインに、中層になんかね、何かってのは分かんないけど、なんか映り続けてはいるから、やっぱ真冬の定番で何かちょっとでも感じのあるところ、なんかシラサギがずっと水面見てるとか、なんかカワウがやたら突っ込んで餌食ってるとか、なんかちょっとでもいいから、おっていう、ここは立ち木とかそれに絡んでもなんかいっぱいずっと映ってるからね、そういうのに絡めつつ絡めつつで